登別に到着してちょうどホテルへチェックインしたところ、明日の収録に備えて一休みといきましょう。もちろん、ホテル宿泊レポン忘れませんよ。今回宿泊するホテルは、毎度おなじみ野口観光グループで初めて泊まる場所。しかも2泊3日の行程ときた、余すことなくエンジョイしていきますよ。登別温泉街の外れにあり、大湯沼川の流れる通りに野口観光の運営するグループホテル登別積水亭があります。どうやらプリンスホテルのようで、プリンホテルか、いやあれかな、今流行りのニョハーみたいなやつ。近くには大湯沼から湧き出る硫黄泉が入り混ざる沢があり、雰囲気的にもなかなかよろしいですね。というわけで早速ホテルの中身を見ていきましょう。ロビーはこれまで行ったグループホテルと統一されているのか似たような印象を感じさせます。多分構造的に横長のタイプでしょうかね。出ました、毎度おなじみウェルカムドリンクではない、ウェルカムスープですねこれ。しかもマンハッタクラムチャウダーとかいうシャレたスープ、それを鬼が振る舞うとかマジシュールなんだけど、まあいいでしょう、一杯いただきますかね。ではいただきます。デューレクラムチャウダー言わにはかいねえな。ヒュッ、お、想像してたクラムチャウダーよりはさっぱり系。なるほどなるほど。フロントには毎度おなじみ水場もあり、このグレード恒例のビンゴ大会の準備も抜かりないようです。今回はビンゴに挑むかどうか、そこら辺はおいおい考えておきます。フロント入り口左手側にはよくある売店があります。後でチェックしてみますが、めぼしいものはあるでしょうかね。登別だからね、多分ご当地ものはあるはず。さらに奥へ行くと伊調館という塔に移動します。部屋以外に食事会場や野口観光のサポートセンターなどがあるようです。で、この奥に行けばいいんか。細道を抜けるとトイレやないかい。じゃあ探索は一旦中断して今回宿泊する部屋を見ていきましょう。何せ2泊だからな、まあメインで撮るのは今日だけどね。今回の部屋は4階のエレベーターすぐ近く、なかなかいいポジションです。なかなかよろしい和洋室、部屋してなしのプランですが当たりを引きましたね。どちらかというとメインエリアは和室ですね。ただ毎度一人でこの部屋を占有できるのはなかなかですね。まあ毎度のごとく滞在中の作業部屋なんですけどもね、実際狭い和室でも作業ができれば OK です。さあ Mac を開いて編集の準備完了ですが、仕事をする前に温泉タイムが待っています。特に登別温泉は同エリアでは数少ない岩硫黄泉があります。さあ久々の登別の湯をエンジョイしていきましょう。えい。大浴場は2カ所あり、どうやらメインは伊調館の最上階にあるもののようです。なるほど、総居所予定よりはシンプルですがそこそこの形状な作りですね。というわけで7階に登ってきました。ここだけは窓張りで外の風景がよく見えます。で、後ろを振り返ると、はい、こちらが伊調館側の大浴場。本館の8階にも一応小さめですが用意されているようです。伊調館側には露天風呂が設けられています。もう少し季節が進むとね、さらにいい景色が見れることでしょう。そうそう、これこれこれ、だいたい10月下旬あたりになるんでしょうかね。積水亭の温泉はここから奥にある大湯沼、そのさらに奥深くにある奥の湯を源泉としているようです。岩硫黄泉は少々独特な感触の温泉で、同エリアで楽しめるのは登別だけ。もっと遠出すればあるんですけどね、新千歳からすぐ行けるところはまさにここでしょう。では次はお待ちかねのあれが待っています。覚悟はいいか。さあお待ちかね、ジップラインの時間ではなく毎度恒例飯テロタイムの時間がやってまいりました。会場は伊調館の2階でビュッフェ、手慣れた盛り付けをお見せいたしましょう。
見たまえ、マイドビュッフェで鍛え抜かれた見栄えの良いもんにつけよう。美しいだろう。まあ、うん十回も食ったらそれは慣れるわな。まずはね、釜飯がありますので火をつけて準備しましょう。全シーズンで用意されていますが、もちろん季節に応じて中身が変わります。秋だからね、多分あれでしょう、キノコが盛りだくさんなんじゃないかなと。気になったものがあるのでご紹介。ブイヤベースなのですが、ただのブイヤベースではないようです。その名も魚介の旨味たっぷり海のお宝いっぱい海賊ブイヤベース。やたらと長いネーミングですね。何やら秋のイベントメニューのようです。では実食といきましょう。ん？予想以上にスープカレーやん。これ絶対スープカレーだって。マジスープカレー。ブイヤベースじゃねえわ、スープカレーだわ。でもうめえ。さあ、釜飯も出来上がったようなので蓋を開けてみましょう。ひゅー、よろしいキノコ混ぜご飯ってやつですね。おっち、まずはしゃもじで混ぜてから。ではいただきましょう。よっち、ほっほっほっ、いいですね。順序が逆な気もしますが、まあそこは触れないでおきましょう。うまい。ちなみに登別特有のメニューもいくつかあって、こんな地獄谷をイメージしたチゲ鍋っぽいのもあります。なかなかの具沢山。そこまで辛いわけではないので万人受けしそうですね。これで飯テロタイムはフィニッシュ。ちょっとこれまでとは違う感じでまとめましたが、いかがでしたか。あれです、編集の手間をね、許容できる範囲で減らしたわけですよ。全部やりきるとね、クソ長くなりますからね。フィニッシュ。これまで宿泊した野口観光のホテル同様、極度の当たり外れがなく安定したサービスが保証されている積水亭。まさに迷ったならここ選んでおけっていうぐらいにはおすすめできます。公式サイト予約で 5% 引きになるのもでかいですね。とはいえど、通常の宿泊だとそんなに施設が多いわけではないので、若干味気ないかもしれませんね。もちろん、ここでは紹介していないのもありますが、それはぜひとも、登別へ来た時にお楽しみください。よし、じゃああとは朝まで適当に過ごすだけ。明日の朝は登別一帯の収録に挑みましょう。